なんかすごく30歳になってから仕事のこうチャンスとか自分の周りで起こっていることの歯車がちょっとずつ変わったものが動き出すというか、なんかそれがカチッてはまるというか、急に変わったんですよ。なんかそれに最初はついていくのすごい大変だったので、まあ、今も手探りで自分のいいペースを探そうとしているところかなと思いますね。全てが初めてだったので、その一日を過ごすことに割と必死で夢中で、目が夢中であっという間に一日が過ぎちゃったって感じだったんですけど、そこにいないと見えない新しい壁とか、次もし行ったらもうちょっと余裕があるのかなとか、なんかそういうことも含めて、行かなければわからなかったことがいっぱいあったので、そういう意味ではすごい大きい収穫になりましたね。純粋でいることですかね。今純粋に面白いと思ったこととか、これを伝えたいって思ったことをアーティストとしてシンプルに発信するというのが自分の作曲家あるいはアーティストとしての使命だと思っているので、音って見えないので、そういうところに邪念があった時点ですごく自分の中では価値がなくなってしまう気がして、なんかこう流れてシュッて消えてしまうものじゃなくて、流れてきてそれがこう染み渡るような、なんかそういう音をかけるようになる。